アンリル・シダネルは20世紀初頭に活躍したフランスの画家。月を庭のテーブル、バラ、夕暮れなど身近な題材を独特なタッチで描いた。1862年にインド洋のモーリシャス島ポートルイスで生まれる。1870年には家族でダンケルクに移る。その後パリに出てアレクサンドル・カバネルのアトリエで学ぶ。1882年には エコールでボザールに入学。一年ほど従軍した後に再び、カバネルの下で学ぶが、方向性の違いからその元を離れる。印象派や新印象派、写実主義、象徴主義の影響を受けながらも、独自の作風を確立してゆく。1894年に、サロンに初出品見し、その後1900年のパリ万国博覧会にも、出品見した。シダネルは、 生涯を通して、フランス国内の様々な都市のみならず、ロンドンやニューヨーク、ベネツィア等へも旅をしたり移り住んだりした。特に、パリ北方の小さな村、ジェルブロワを愛し、1901年には中世の面影が残るが、ジェルブロワに移り住む。当時のジェルブロワは、過去の宗教戦争の影響で荒れていたが、シダネルは自宅の庭をバラエンにし、さらには、 村全体をバラで埋め尽くすことを村の人々に提案した。村の人々はシダネルに共感し、季節になるとバラが咲き乱れるようになったジェルブロアは現在、フランスの最も美しい村の一つに選ばれている。シダネルは、その後ベルサイユに移り住み、1939年に第二次世界大戦勃発の数週間前にその地で亡くなった。 1989年に行われたパリ、マルモッタン美術館での大規模な個展をはじめ、近年はヨーロッパで頻繁に展覧会が開催されている。また、日本においては2011年から2012年にかけて、メルシャン軽井沢美術館等で初の個展が開かれた。ありがとうございます。